でもそいつらコムドット好きだろ。そうなんよ。やけん俺はコムドットが嫌いと何回も言わせんな。俺がなんでコムドット嫌いかって、お前、俺が可愛いと思う女がコムドット好きやけんたい。ふざくんなよ。俺らの負けじゃ、どう考えても。なんでやねん。もう俺らの負けないよ。終わりないよ。もう負けてんのよ。言わせんなよ。俺絶対弱いようにしとったのに。俺負けてんの。だから嫌いなんだ。クソマジで。でも、お前らが仲間がいるよ。俺には仲間がいる。うん、だからやっていけてます。お前らもおらんかったら、俺はもうどうなっとったかわからん。マジ、どうなってたかわからなかったです。お前らがおったけん。お前らがおったけんいい。そう。下見て足、いや、この場合上ないよ、あいつらの方が。悔しいんよ。可愛いと思う女がコムドットフォローしとった時、そいつの方が上ないよ。コムドット上見て悔しがっただけ、ただ普通に。俺は、いや、許せんよ。やけん、ここで陰口言いようやろ。お前ね、俺の社長が言いよった悪口は言われる方が主役って。いいよ、脇役で。ムカつくわ。な、いいよ、俺脇役で。遠吠えさせろや。吠えさせろ、負け犬なんやけん、いっぱい。負け犬には負け犬の責務ってもんがあんだわ。クソが。いっぱい吠えさせろや。なあ、悲しい男じゃないかよ。なんなんだよ。いや、コムドットは、いや、まあでも、数字があるから、正直。正直、数字があるから、俺はすごいと思っとよ。数字あるんだから、現に。めちゃくちゃ。バリ。数字があるけん、俺はすごいと思う。けど、別に俺は1ミリも面白いとは思わんけんな。ただ、別にすごいと思う、めっちゃ。だって数字あるんだから。数字があるのが事実ね。やけん、こう俺ら側が間違えとうとんねん。でも、別に俺ら側が間違えとうけんって、それは俺は別に悪いこととは思わんよ。あいつらが数字伸びとうのは事実やし、あいつらが数字伸びとう結果から見ると、それがメタなんよ。今このご時世の。メタなんやろうけど、俺はそれ面白いと思わんし、別に俺は面白いと思わんことを悪いこととも思わん。だって感性っていっぱいあるんだから。面白くないと思わんやつらでここでダラダラしとこうぜ。で、なんか一回見たんやけどよくわからんかった、普通に。なんか本編始まるまで長くね、めちゃくちゃ。でも長いのが流行りなよな、最近な。最近の YouTube ってアニメのグダってるとこ見てるみたいな気分だったわ。長ーと思って、でその長いところ長すぎて本編にたどり着く前に俺ブラウザバックした。普通に長いと思って 1.5 倍とかで見ればよかったな。まあやけん、でもなんか俺前も言ったけど、じゃあ結論どう思うのって言われたら、やけんコムドットが地元のりを大事にしともやったら、その地元に残っとう先輩が一番だるいんだよっていうのを俺たちが教えてあげようと思って。そうじゃない？なんか地元に残っとう先輩が一番だるいやんで教えてあげようかなと思って。まあでも、なんか俺たち多分流行りについていけてないおじさんなんよ。なんか多分結果な、なんかさ、結果こうやってなんか流行ったものになんか文句言うおじさんになってしまったなと思って、俺はっていうのは自分のことを俯瞰で見て思った。まあ言っちゃうけど、別にそれで俺は後悔してないって言っちゃうけどさ、なんかそういうおじちゃんになっちゃったわと思ってさ、思っちまったよな。なんか、ああ、いつから俺はこうなっちまったんだろうって、なんか流行りの若者にケチつけるおじさんになっちまったよと思ってさ。まあでも、なんかあの時は、なんか流行りのコンテンツにケチつけるおじさんってダセーなって思っとったけど、なんかおじさんにはおじさんなりの考えがあったんやなって思ったわ。そのおじさん側になって見えるものもあるよな。いや、年4個下とかなんじゃない？ 3 個下、3個下4個下ぐらいじゃない？え、あいつだって何歳なの？知らん。え？ 20、 え、24なん？え、24なの？ダメだろ。え、24なの？おい、ガチかよ。つまんな。24かよ。おい、なんだよ。え、おい、24なのかよ。クソつまんねえな、じゃあ。なんだ。さ、22ぐらいなのかと思ってたわ。なんか24なのかよ。22なら、まあ別、なんかわかるよなとか、別にしょうがないよなとか、なんか、ああいう尖りたいことあるよなとか思ってたわ。24なん？え？ 1 個下やん。嘘でしょ？ちょっと待てよ。さすがに嘘だろ。ちょっと待て。いや、絶対にそんなことありえん。俺絶対信用せんよ、それ。信用しない。1998。2個下か。2個下か。2個下か。今年24だ。楽しみです。じゃあ2個下でした。
飲むか、一緒に一緒飲むか、飲み誘うか。いやでも多分来てくれないからな。